林重工が、この破天狗図、川鍋教材が、東海道名所の内秋葉山、水木茂ロードに設置されている、この破天狗のブロンズ像この破天狗は、江戸時代の随筆や階段など各種文献に多く、名が見られる天狗の一種、堺鳥とも呼ばれる。漢方時代の雑書、諸国里人団には、静岡県の大井川で夜間に、大勢で魚を捕らえていたとされるこの破天狗の、 目撃談があり、それによれば、近世で知られる花の高い山伏姿の天狗とは異なり、大きな鳥のような姿で、翼は飛びに似ており、翼蝶が六尺ほどあり、人の気配を感じるとたちまち逃げ去ってしまったという。人に似た顔と手足を持ち、くちばし、翼、お葉を備えているとの説もある。松浦聖山の随筆、甲子屋は七十三の六甲には、 生山の下木、現在門が7歳の頃に天狗にさらわれたとされる天狗界での体験談が述べられており、その中にこの葉天狗の名がある。それによれば、天狗界ではこの葉天狗は白狼とも呼ばれており、老いた狼が天狗になったものとされ、山で作った焚き木を売ったり登山者の荷物を背負ったり、して他の天狗たちが物を買うための資金を稼いでおり、天狗の中でもその地位は、 かなり低いという。また、山口県岩国の階段を収集した書物、いわゆる階段録には、この破天狗が人間をからかった話がある。宇都宮軍民家門という漁師の前に、この破天狗が小僧に化けて現れ、銃を撃ってみろとからかい、軍民家門が小僧を、この破天狗と見抜いて、銃を撃つと、この破天狗が少しも驚くことなく、 玉はここだと言って、玉を返して、姿を消したとある。このことから、地位の低い天狗と言っても、変化能力などの人通力がある程度は、備わっていたと解釈する説がある。一方では、川辺京西による西木江東海道名所の内秋葉山に、木の絵でくつろぐ、この破天狗たちの姿が描かれていることから、術を持たない、人畜無害な存在とする説もある。ありがとうございます。